皆さんこんにちは、なのです。今日はね、なんか雑談したいなと思って。これ可愛くない？前回動画に出てもらったお友達のユニちゃんが働いてるお店で買いました。ミクモっていうお店なんですけど、何店舗かあって安いお手頃なんですよね。価格が可愛いのに、この服が着たいがためにエアコンをガンガンにつけて撮影している。日記を振り返って喋ろうかなって思ったんだけど、まあここは私のチャンネルなので好きなことをしちゃおうと思います。最近どうですか？最近いかがお過ごしですか皆さん？なんかあれだね、目変わりとかやってるよね。私はあれで買ったよ、アヌアの化粧水とクリームずっと使ってたんだけど、なくなりそうだったからセットみたいなの買ったら、これ無料でついてきた。あと彼氏のそばにいたら嫌な女の時につけてた、このめちゃくちゃ聞かれるジュディドールの白桃練乳茶、これももうねなくなりそうだったから追加で買いました。塗っちゃう。これマジでさ可愛いよ。グロスみたいな、ティントじゃないと思うんだよねこれ。色持ちはあんまりしないんだけど正直、このつけた時の感じとベタベタしない感じ、水っぽい感じなんだけど、それがいいですね。あと色が可愛い。今日のクリッターはこのミュードのやつ。あと最近買っておすすめなのはこれはなんて読むんだろうな、ジューシービタースイートグリッター約束ダイヤ、これもめっちゃいい。わかるかな、こんな一筆でキラキラ。お仕事はないんだけど、午前中にジムに行ってきました。本当にねあれなんだよね、恋愛向いてなくてさ、なんかちょっと気になるとか好きかもみたいになるとさ、なんか脳みそ支配されちゃうんだよね。だからなんか本当に自分のこと嫌いになりそうだったからさ、とにかく自分を取り戻そうと思って、自分を取り戻そうキャンペーンしてる。自分が楽しいと思ってたこととか頑張ってたこととか好きな人できるとなんかどうでもよくなっちゃうというか、忘れちゃって、自分って何してたんだっけみたいな、全部が自分磨きにしろ何にしろその人のためみたいになっちゃって、それはそれでいいんだけど、それはそれでモチベーション上がる時もあるんだけど、なんかねそのうまくいく時ばっかじゃないじゃないですか。そうするとこんなあなたのために頑張ってるのになんでみたいな謎の理不尽な怒りを生んでしまうから、やっぱ努力はね自分のためにした方がいいですね。恋愛において相手のためにやるって、結局目的は自分が付き合いたいからとか、だから自分のためなんだけど、なんかねそういう
理不尽な怒りを向けてしまうから、やっぱり頑張るときは自分のために頑張った方がいいよね。以上です。今日は私がバチコリ病んでた時の日記が出てきたので、それをちょっと紹介しようと思います。嫌だな、暗い気持ちになりたくないなっていう人はここで帰ってください。2022年7月3日自分を好きでいるためにお金がかかる。二重、メイク、髪型、大変なんだよ。ありのままの自分を愛すなんておこがましいんだ。こんな状態になってごらんよ。絶対愛せないから。新しいバイト先を探すか、今の元のバイト先に戻るか、なんだかもうやってらんないね。疲れちゃったね。まあつまらん、疲れた。どうしてこんなにずっと疲れてるんだ。バイトしたい、疲れた。出会いも欲しい、何もしたくない。痛みいらない、達成感と金と愛をください。次の日、7月4日、今日もまた家で引きこもっている。明日はちゃんと行けるのかな。全部怖いな。全部気分じゃないんだよ。そうだよ、迷ったら楽しい方にしな。疲れるよね。別に寝たくないし、死にたいし。シーツ変えるか。原因が何かわからないけど、とにかくずっと苦しい。幸せってなんだろう。私は絶対シラフで幸せになりたい。シラフで幸せになりたいっていいよね。分かってんだよね。なんかさ、お酒飲んだりさ、正気じゃない方向で幸せになるのってできるし、めっちゃ簡単なんだよね。簡単なんだけど、自分が本当に求めてる幸せって絶対正気でコツコツと歩んでいかなきゃ手に入らないものなんだよな。7月15日、あ、ここなんかちょっとポエムチックですね。愛されるかもしれないという期待にすがって生きた。愛されるに足りる努力をする力が私には全くないということに気づいて悲しくなった。全然ダメだった。家から出れなくなった。何も手につかなくて考えられなくなった。さよなら、希望。今のところは、僕はいつかこのトンネルを抜けられると信じています。これはね、バイトに行けなくなった時だな。なんかちょっといろいろあって、バイトに行けなくなって、ああ、動き出さなきゃって思ってるのに、マジで何もできなくて病んでた時だな、これ。もしかしたらもう大丈夫かもしれないという希望を容赦なく現実が叩きのめす。大丈夫かもしれないという気持ちは実際大丈夫であるかどうかより大事だ。迫り来る事実、不測の事態、そんなもの全てコントロールすることなんて絶対にできない。でも気の持ちようは変えられるわけであって、だから気分も自分も心も大事なのに、それが全然コントロールできない。不安定かける不安定なんて最悪だ。外的刺激をシャットダウンする、引きこもるというわけだ。でもそれじゃあどうやって心は大丈夫になっていくんだろう。大丈夫かもしれないという気持ちはどこから生まれてくるんだろう。世界が終わるなら今日が良かった。辛い、痛い。病んでる。病んでますね。この時と比較すればちょっと良くなったかな。前よりかは進めてるなって思うけど、でもやっぱその時その時の悩みがあるよね。でも最近は一人で遠出とかもできるようになったし、だいぶ進歩だな。そう考えるとガチの鬱の一番やばい時って、なんか本当に外で歩くのが苦痛すぎて、歩いてるといろんな情報が入ってくるから、それで頭がいっぱいになっちゃって、なんかバーってなっちゃう感じ。やっぱなんかノートとかに書いておくのっていいかもしれない。目標を達成する時とかもそうなんだけど、なんかやっぱ果てしなく思えちゃうっていうか、
道のりがね、結構長く思っちゃうから、私がいつだかやったうつ病を治そう、精神を健康にしようっていう目標を立てた時は、まずは面食りに通えるようになるっていう目標を立てて、そっからじゃあそれをするにはどうすればいいみたいな問いを投げかけ、私の場合はだけど、その評判のいい面食りが結構遠い場所にあったから、で面食りって安定すると何ヶ月に1回とか行けばいいんだけど、調子が悪い最初の方だと2週間にごとに行かなきゃいけないとかで、私はその行く手段がバスとか電車がなかったから、じゃあまず原付き乗れるようになろうって思って、面食り行くためには免許を取ろうみたいな、お客さんっていうかその大きい目標を立てて、そこにそれをどうすれば達成できるかみたいなちっちゃい目標を書いてたな。これがさ、去年の7月か、1年経ったらさ、悩みって変わるじゃん、ガラッと。もうこんなことなんか今は何の問題にもなってないわけだし、だからさ、1年後はまた他のことで悩んでるかもしれないけど、きっと今より穏やかにうまくやってきてるんだなって信じたいよね信じたいよね。今日はさ、自分を好きでいるための行動を2つできたからいいとするよ。ジムも行けたし、動画も撮ったし、本当に聞きたい、みんなどうやって恋愛してんの病んだりしない？しないのかな。とにかく今日は自分を好きでいるための行動をしたので良しとします。バイバーイ。